君の勝ち。秋田の鈴木君と達君を破った平賀君。6年間稽古に頑張った青山くん、幼い君を破ってベスト8の浜野くん、青山くんの勝ち。昨年4回戦進出の村松くんと5回戦の村田くん。村松くんの勝ち。兵庫県伊丹市の三本くん、千葉県千葉市の平賀くん。平賀くんの勝ち。三本くんが寄っていく勢いをうまく利用して平賀くんの投げがきれいに決まりました。大阪府寝屋川市の青山くん、広島県竹原市の村松くん、村松くんの勝ち。青山くんはず押しでうまく攻めたんですけれども、タイミングよく村松くんの突き落としが決まりました。6年生は共に初めての決勝進出となる平賀くんと村松くんの対戦です。優勝は村松くん。どんな気持ちでしょうか。最高に嬉しいです。勝った瞬間ガッツポーズ出たもんね。あの平賀君との取り組みはどうでしたか。自分の相撲が取れたので良かったと思います。小学校6年生最後の学年で優勝っていうのはどうでしょうか。もういい思い出になったと思います。国技館を和ませてくれたね。そうですか、私はそういうつもりじゃなくて、ただ、塩巻き、ただ、ただ、あれ相撲選手の真似をやってただけなので、相撲選手みたいにやってただけなので、大相撲の大相撲の力士の真似したんだ、塩巻きは。はい。誰の真似をしたの。水戸泉とか北桜みたいな思い切りが。ああ、気持ちよかった。はい。そうか、今は6年生。はい。来年から中学だけど、どうするの。相撲やってまた頑張ります。今年のわんぱく相撲優勝は4年生山本正勝くん、5年生新保京也くん、6年生村松祐介くん。団体は青森県五所川原チームでした。さん、はい、もう真剣勝負で戦う表情が本当にいい表情してて、私はもう胸がぐっと熱くなりました。そうですよね。また1年間土俵の土にまみれて一生懸命稽古をして、この国技館に戻ってきてほしいですね。